タイボスアナガミのひょい座り作。皆さんこんばんは、タイボスアナガミです。この番組は吉本漫才劇場が毎週月曜日21時に投稿する YouTube ラジオです。そして今回一緒にお届けするゲストはこの方です。どうも、ヒューマン中村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、だから先ほど、いやいや、あれですか、手のひらと手のひらが N 極同士で反発。いやいや、違う、反発じゃないです、ね、今 N 極同士で手のひらが、いや、ギリギリね、その拍手しようかなと思って、俺はタイトルコールで拍手しようと思ったけど、あ、まだ呼ばれてないからギリギリ反発したというそれの反発だ。そうすいません、これ毎回確かにゲストの方困らせてるんですよ、ここ。あー、で映像もあるしね。映像もあるし、なんかむずいなと。あとなんかひょい座り作っていう、多分ひょい座り作っていうタイトルも、うん、キレがないから拍手しにくいって。あ、なるほどね。はいはいはい。あと、あの流れる音楽も、うん、なんかテレレテンテテンテンっていう、なんか結構静かに始まる感じの。なので毎回そのよくあるんですよ。あ、やっぱあるある。なるほどね。いや、そう、まさにそれ。今困らせてますねいや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 、って言っても結構呼ばせていただいてる。いや、そう、ありがたいね。長見のラジオトークの時からね、はい、そうですね、結構呼んでもらってて、はい、で、あの長見のもう一人の方は一個も呼ばれへんって長見にだけ呼ばれてる。ケントさん、ケントの時も、ね、なかったですし、言ったらいい、沢畑に、沢畑の時もなかったからいやいや、別にそのなんかね、そのなんでなかった方を気になる長見はこんなに呼んでくれてるのにいや、全然その、なんかちょっと分けてる感じもありますし、なんか稀に被るぐらいです。あ、そうかそうか、はい、同時に出るのが珍しいんか。そうですね、あやさんとか、はい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 、なんかそう、あやがなんかどっち珍しいですし、あと浦田とかかな、うん、浦田ね、カカオの浦田とかは、なんかそのすごい密接な感じですけど、だからその浦田はケントのやつめっちゃ出てるんですよね。そうです、そうです。だから浦田枠やんな、俺。そうです。ヒューマンさん、そのケントさんの浦田枠。浦田枠でした、僕。で、はい、3、4回、4回ぐらいですかね。うん、嬉しいです。多分生配信のやつもあったんで。ほんまや、生配信あったわ。はい。で、なんなら俺3、4回目やし、あの人がやってない3回撮るっていうのはラジオトークでやりました、ね、そう、なので 4.5 回 4.5 回ぐらいめちゃくちゃ長見とね、ありましたね、あれラジオやらせてもらってます。言ったらそれも、ラジオトーク、これ自体が始まっての、うん、間もない時でしたもん、確か 5回目ぐらい。あ、5回も行ってないかもしれない、もしかしたらに、そのルールを変更するっていう、うん、そうやね、芸歴を重ねてる感じ。芸歴でやりましたね芸歴でこじ開けてるな、けて3回目ちょっと手応えなかったからもう一回撮りたいって。で、俺的にはその、あの1回目、2回目って撮って、ちょ、2回目ちょっと、はい、ちょっとそのなんか手応えなかったから、ちょ、もう一回撮り直してもらっていいって言って、俺1と3がアップされると思ってて。ああ、そういうことやったんですね。そしたら1、2、3とアップされたなんかそのそ、ちゃんと手応えない回もアップされるちゃんと撮ったんでまだ残ってますもんね、ラジオトークは。ラジオトークのアカウントの方で残ってるんですけど、はい、また聞いてみてください。僕も申し訳ないし、なんか、ああ、ちょっとヒューマンさんに満足してもらえなかったみたいな。いやいやいや、ちょっと自分のね、問題なんでねそういう風な気の使い方をさせてしまうで、おなじみなんでおなじみです、おなじみです、ヒューマンさんと言ったら、はい、ということで、で、ね、今回言ったら東京に帰るということで。そう、本当にびっくりですよえ、自分でも、自分でも、いや、ほんまに行くんやみたいな。あ、まだやっぱ実感がね、その発表した時はなかったけど、はい、やっぱりその引っ越しのこととか考えたりとか、はい、その上京後の仕事の感じだから、新しいマネージャーと、今度ちょっとあの面談ありますとか、あ、で着実にこう引き継ぎのようなものがどんどんこう決まっていって動いててね。だからほんまにその例えばこのね、よく来る吉本の会議室ですけど、はいはい、ここにあと何回来んねやろなとか、あ、なんかちょっとその切ない気持ち、はい、なんか漫才劇場の楽屋とかもちょっと噛み締めながら、なんかうわ、ここ来んへんねやろなもうみたいな、あ、なんかそういう気持ちで、その花見とかもあるやん、この季節、はいはいはい、花見行ったりとかして、はい、うわ、なんかで、みんなと仲良くなればなるほどなんかこう寂しなるという青春してますね、青春して、ここに来てここに来て、だから俺結
構なんか、うわ大阪もっといろいろ行ったらよかったなとか、意外と俺大阪結構好きやったんやみたいな。あー離れるって決まってから分かる。そう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 、あーなんかねそれは感じるよね。めっちゃもう言って今、今し5月か5月1日に収録してるんですけど、はい、6月からですもんね。6月からね、あと1ヶ月。あこれヒューマンさんはあの6月からを新年度とされてます。違う。でこれちょっとややこしい。だからあの5月の人とかはまだ早生まれって言うよ。早生まれなんや。っていうことですもんね。いや違いますか。ちょっと僕はちょっとある事情がありましてね。ちょっと6月から全員とは違う。6月から。ほんまね、その4月にみんな行ったから。ちょっと一本乗り遅れまして一本乗り遅れたとか乗り遅れまして、でっかい電車みたいなのでっかい電車、東京駅のでっかい電車に一本乗り遅れ、僕はちょっとちょっと長めのトイレ行ってる間にバス発車しまして置いてかれまして、6月から6月にということでね。そうですよ、もう残り1ヶ月ですけど、うん、そういったらまあいろいろ僕もそのこれも呼ばせていただいたのもちょっと、はい最後って言いますか、このラジオは最後になるかもっていう。いやまあそうよね、だってねもう多分これ最後やなと思うもん。あとあの大喜利のイベントも嬉しい、あれ呼ばせていただいて、うん、うん、嬉しいです。あんな呼んでもらって大喜利で、僕もヒューマンさんが唯一かもしれないですけど、うん、その他の先輩とかやったらなんかこう、うん、ライブ呼ばせてもらうときに、うん、大丈夫かなこれちょっとなんか忙しくないかな、ちょっとこのライブ自体のコンセプトもなんかちょっとあまりよく思ってくれんかな、後輩っていうので気使ってやなんか出てもらう感じになっちゃうかなと思うんですけど、ヒューマンさんはこれ読んだら喜ぶんちゃう、うん、お前俺のこと分かってるな、お前俺のこと熟知してるな、これ読んだらヒューマンさん喜ぶぞ、尻尾振って出るからほんまそれもう出ていただきたいというので大喜利の、いや嬉しいです。いや俺もだから長見となんか大喜利のライブ最後したいなと思ってて、ほんまに。なんかちらっとなんかそんな話してました。そうそう、でも結局スケジュールが合わんくてほんまや無理やったりとかしたから、だからほんまになんかあ良かったと思って、わ良かったです、一緒にそんな呼んでもらって。言ったらその普段は僕らより同期か後輩しか呼ばない大喜利の、あ見ただからメンバー見た時に俺だけ突出してる芸歴がグーンと上がって、そうグーンと一気に上がって、だからこれもまたそのラジオトーク同様ちょっとルールを変えさせていやいやいや俺が長見のルールを変えていってますけども、呼ばせてもらって、いや嬉しい、ほんまに。でもそんな呼んでもらってね、うん、言った結構 C2P2 というねユニットライブとかもそうですし、他でも結構お世話になったりとかして、神の竹の子さんから質問で、はいはい、C2P2 について話してほしいです、うん、大好きなライブなのでぜひまた皆さんが集結できる日を楽しみにしてますっていう。いや、そうですね、嬉しいですね。これはでもほんまにやれよっては言ってるよね。ですよね。 C2P2 ちょうど最後の C2P2 みたいな感じで漫才劇場やった時に最後に、うん、また全然東京でも行けそうやみたいな話もありましたもんね、うん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 、そうやね。やし、まあ言ったら長見さんか、壁ポスターとドクターハイリハ大阪おるやん、はい、はいはい、で、ケントもなんか今ラジオのレギュラーがあるから月1ぐらいで確実に大阪帰ってくると。けるやん、だケントが大阪いるタイミングで俺を召喚してくれたらシーツピッツァそのタイミングにぶつけたら、そう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 、それこそそのああそうか、じゃあ全然いけそうですね。東京でだからやるとしたら壁ポスターとハイリヒのこの4人を呼ぶってだから、ああやったら逆にそうそう、なんかそっちのイメージでしたもん、なんか、幕張とかで、あー、でも確かに、なんかできたらいいなみたいな話、それもありやその時にもしてましたし、うんうん、何かと東京行くんで、そうやね、確かに確かに、はい、ファイバスターもハイニヒも何か東京行くから、そこのタイミングがあった時にね、やれたらいいし、うん、C2P2 について、なんやろう、C2P2 は、でも僕がだから、そのメンバー集めた、はい、というか、ハイニヒとカメモスターとケントと、なんかほんまにその、あちょうどだから壁ポスターがあの ABC 初めて出て、はい、あ、はいはい、ククのネタと、はい、おさい銭、あ、古今東西か、はい、のネタをやって、その2つがもうめっちゃおもろくて ABC で見てて、で当時長見ともうあの堂前がやってる大喜利ライブ一緒やって、はいはい、やってた時やって、はい、
ほんまにあの ABC のやつおもろすぎて LINE 送りかけたもんな。送ってほしかったな。送って欲しかった。面白かったねって。最後の紙飛行機押されへんかった。紙飛行機のボタン。ABC おもろかった。飛ばせれへんかった。そう。それでもうなんかは一緒にやりたいと思って。それでライブ。そう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 やりたい。でその時になんか同じようなタイミングでこの人らめっちゃおもろいって思ったのがだから買いに来た。ああ。ケントと。だから。っていうので、そうそう。そのライブとかってなんか呼ばれた、ユニットしませんか今後、うんうん、定期的にみたいな話になった時に、うんうん、嬉しいですけどもちろん、うんうん、やっぱメンバー気になるじゃないですか。あはいはいはい。こうあこつ一緒ので呼んでくれたみたいな。はい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 。それで一番嬉しかったメンバーでした。うわー、なるほど。あここのくくりでこう呼んでくださったんやみたいな。あそう思ってくれてたらめっちゃ嬉しいな。でも一緒にこうハインリヒさんともヒューマンさんとも、うんうん、ケントさんともできるっていうのが、うんうん、多すぎたらちょっとその確かにな、そのなんかあの呼ばれた感薄れるもんな。はいなんかちょっと結束感が薄れるって言いますか、はいはいはい、ちょっと散るじゃないですか、はいはい、うんうんうん、ちょうど4組その4組に入れたみたいな。いやあそう思ってくれたらめちゃめちゃ価値がある。うん、他のライブも価値ありますよいやそうだね確かに他のライブやってる俺みたいなやつが見てる可能性あるからあ俺のはみたいな。あそうあ俺のはそうかみたいな俺やったらって思うもんな俺のはそうで C2P ツは特にいや嬉しいですね、うん、ほんまに。で結構そう俺は逆に言ったら自分が出てもらってるというか、まあ、呼んだ側やから、はい、嬉しいもやっぱまたやりましょうってケントとかもめちゃくちゃ言ってくれるしハイニヒもめっちゃ言ってくれるから あ、はい、あまたやりたいと思ってくれるライブをできてたんやと思って毎回雰囲気めっちゃいいなんかね、うん、お客さんの感じもなんかもうなんすかね楽しんできてくださっててであのあとヒューマンさんが毎回コーナー考えてくださって、うんうん、それも毎回楽しいですし。いやし俺もだからコーナーやってる時に毎回思うも結構難しいかなみたいなこのコーナ ー、はい、問題、まあ、大喜利的なコーナーする時にお題としてこれめっちゃむずい可能性あるなと思ったけどみんながやっぱちゃんとおもろい答え出すからいいメンバーやなと我ながら揃えたな揃えたな何の心配もない。ホワイトボードに、うん、何やったかな、文字あそうそう文字いっぱいランダムにね、カタカナ並べてあーって並べて、うん、もう縦のラインでも横のラインでもいいんで、うん、もうなんかどっか適当にライン作って、うん、例えば丁寧、棒とかそうそうそうそんなん選んでない言葉をそのない言葉をただただ説明するっていうコーナーそう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 丁寧棒はこういうやつです。いやこれがもうめちゃくちゃおろかったでもけどそれなんか確かに思ったら、僕はそのコーナー、うん、あ面白そうってやりましたけど、うん、説明だけ聞いたら乱雑ですね。乱雑そう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 。なんやそれっていう、うん。でもまあ、このメンバーやったら面白くなるやろうし、見たいなというか、はい。うん、のなんか毎回、なんか考えてる。はい、うん、C2P2 だ、その、そっか、言ったら僕が ABC ってなったら。いや、結構前よ、もう。コロナ前、余裕で。5年ぐらいですか。うん。最初 R2M2 っていうね、うね R1 2人と M1 2組目指すっていう、はい、でそれでまあまあハイリヒがラストやなったりとか、俺が突然のなんか扉閉められたりとかで R1 出れなくなって結局賞レース出れるのがもう壁ボスターだけみたいになって、はい、名前変えたよね、はい、C2 コンビ2ピン2っていう C2。 これどう思いましたこれ？これ R2M2 っつって、うん、言ったら某映画の感じの、うん、映画の、ね、うん、雰囲気にしたじゃないですか、うん、なんかそのポスターとかも宇宙的な感じで、うんうん、で R2M2 ってやって、うん、で R1M1 が無理ってなった時に、うん、あじゃあコンビとピンで、うん、C2P2 あれ、うん、またおるやんっていうね、似たやつハマってるやん、うんうん、これ どう思いましたか？いやこれはでも、もうすラッキーと思って、うわ見たかったなその時の顔C2P2 俺っておるやんみたいなあれ僕もなんか僕が考えたわけじゃないですけど、うん、うまいこと言ってるやんうまいこと言ってるほんでこれ何がすごいかって言ったら、まあ、R2M2 やったやん、はい、R2 と M2 やんで、
まあ、C2P2 の似たやつが、はい、まあ、言ったら C3PO やん、はい、でこの P2 がコンビ組んだら C3P0 になるなと思って。そこまで思わんって思わんそこまでと思ってこれはとそこまではちょっと行き過ぎる考えすぎてる2日目じゃないですかそれ1回かけて一周してあれちょっと待ってよってみんな1日目なんですよ一緒や C2B2 もいい感じになってるで終わってるんですよ実はそれ数字合ってるやんっていうちょっと奇跡もあってそうそうっていうかいやでもすごい僕も好きなライブでまたやりたいですけどね、またほんまにぜひ大阪でも東京でも、うんうん、そうやねぜひぜひ来ていただきたいそうなったらで質問で僕も気になる質問をしてくださっている方はい、アンベさん上京後も髪を染め続けますか聞きたいこれは皆さん気になるでしょあなるほどね確かにねいやこれはでもちょっと俺は染め続けますあなんか言いましたね茶髪いやなんかねやっぱこの1年で慣れた、はい、なんか茶髪の自分に見慣れててで、はい、えらいもんで、過去の1年以上前の自分黒髪の時の自分見た時に、はいはいはい、あまだそこおんねやと思ったいやそりゃそうでしょ1年前の自分このえちょっと待ってこの芋誰やったのいや、言ってもそこまでですよ。そこまでですよ。俺だって1年前の、1年以上前の自分を完全に見下してるから、下に見てるからだもん。あ、ですけど結構その、なんか、背伸びしてる感じはもうなくなったんですね。ちょっともう慣れましたね。慣れたし、うん、なんか、うん、茶色でもいいかなっていう。染め続けるってなったら、うん、東京で、うん、こう美容師見つけないといけない。いや、そうやね。美容室見つけないといけない。これやね。で、しかも、茶色にできる美容師を探さなきゃいけないから茶色、ちょっと僕もわからない東京ってなったらより難しそうじゃないですか難しい、うん、マジでし、なんかしかも、はい、長見とかなんか多分、まあ茶髪の世界知らんから多分、なんか教えてあげ る、うん、教えてあげるけど茶髪にするって言ったら髪の毛をカラーするってめっちゃ時間かかんねんいや、それなんとなく分かりますよマジで2時間半以上かかんねんずーっとなんかこう、そう、ずーっと待ってる人いますもん待ってるけど、要所要所でやっぱりあの、はい、色確認しに来たりとかあの塗るのも時間かかんのやっぱあ、そうなんですねで、気使ってめっちゃ話しかけてくれんねんけどもう何にもしなくていい時ですもんねそう、何にもしなくていいねんけど意外とちょいちょいその絡みあんのよなんか平場多いね平場美容室の平場ツーマンしかもそのアシスタントの人とかが入れ替わり確かに来るからそっかだから多分我々みたいなタイプマジであの待ってる時間のなかなか長いも一緒やろその美容師さんとまあまあまあそれこそ前のラジオもそうでしたもん、うん、この美容室の話美容室問題しゃべってるそうそう したぐらい、うん気になってるんでだからようやくその今行かしてもらってるところで慣れてきたというかうわうん、いろんな話その美容師さんがあの元めっちゃ暴走族やったとか話聞いてえ、そうなんすかみたいなあ、結構そういう深い話とかそう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 人となりも知ったようなそうただまたゼロからやからなでも最近あの特にあの YouTube とかをされてる芸人さんで、うん、上京して、うん、であのYouTube についてくださった作家さんも一緒に上京するみたいなああはい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 で言って東京でも同じメンバーで YouTube 撮影するなるほどあるね確かに確かに、まあ、ヒューマンさんも美容師の方と、うん、いやいやいやチームでいかんやん背負えん背負えんって東京来おへんみたいないや同じ景色見えへんいやちょっと背負えへんってそれはさすがにいやそれないっすかそれはないよまあそうかそれはないよじゃあもう新しく探すしかないなあマジでうんそっかその今の美容師さんはあれですよね企画でそう企画で行ってだから正直その時もだいぶ自分やったら絶対に一人やったら行ってないところを仕事でもう無理やり言ったらそこに自分に合ってないようなところ行ってそこに行き続けてるから今も結構背伸びしてるんだからだいぶああそうなんですねだいぶこう気合い入れてそうだからそのきっかけはもう企画やったからきっかけやからもう行かざるを得ないやんそこはじゃあ東京行っても
心配ですよ。いやいや、美容室問題。美容室。確かに次会った時、マジでとんでもないロン毛で。そのなんか全然髪切れなくて。髪切れなくて。ほんまに。いや、ちょっと、ほんまやな、俺東京美容師問題、マジで。一回ネタのこと忘れましょう、東京行った時。確かに美容師を美容師のことも一回考えて。ほんまにな。ちょっとそう。髪切りに行ってやっぱ見つからんまま一日終わって帰ってきそうやもん。なんかちょっと違うかったな。一回こう覗いてみて。やっぱ一回ちょっとこう覗いてみて、あ、よかったどうぞって言われた瞬間いかんからな、やっぱな。いや確かにこの、あーどうぞみたいなのが怖いっすもんね。そうなった瞬間にこんな感じでどうぞと来るということは、こう座って髪切ってる時もかんガンガン来ると思う。考えちゃいますもんね。考えても奇跡的に見てないかな。いや、その東京の美容師さん。美容師さん。いや、確かにね。やっぱ、そ染めなあかんからね。コメント、もし、美容師さんいらっしゃったら。ほっといてくれる美容師さん。ほっといてくれ、その、もう分かりましたもんね。あ、そう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 。全美容室の話だったら全2回話してるんで。で、こんな喋るの美容師さん、東京行く大事な回に。じゃあ、うちいいですよ、みたいな方。いや、確かに確かに。ほんまにさ、だって前の美容師の回も言ってたかもしれないけど、無言美容師みたいな、はい、無言美容室みたいなのあったらいいよね、もう完全に。その本当にもうこういう、そう、こういうタイプの。原さんでもいいって思ってる人、うん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 、東京行ったらあるんかな。ありそうじゃない、でもなんかそういうコンセプトの無言美容室みたいなの、マジあったらそこ行きたいな。僕ずっとその美容室問題で、うんうん、無言美容室もあったらいいなと思いますし、うん、なんやったら僕がもうこう当たった人が全然喋らん時あるじゃないですか。はいはいはい、うん、それもいい。もうそれはええやと思ってます。その、うん、あ、この人もこの喋らん感じがいいと思ってる、わ、うんうん、めっちゃええやん、こうウィンウィンやんって思った時あったんですけど、うんうんうん、NHK の Life っていうコント番組あるじゃないですか、うん、はい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 、内村さんがやられてる、はいはい、それのなんか劇場版みたいな感じで、うん、あのコントを、うん、内村さんはいらっしゃらないですけど、うん、コントをあの舞台上でやるみたいなやつがやってた時に、しずるさんとさらばさんのユニットのコントがあったんですよ、はいはい、うん、そのコントの内容が、うん、お客さんとして入って、うん、でもう同じような感じで2人とも喋らん感じ、なるほどね、うんうん、あ、これでお願いします、うん、で無言でこう聞いて、うんうん、2人ともそんな感じで淡々と聞いてくれて、うんうん、そしたらその新しくお客さん入ったら、うん、その担当してた人が、うん、おお来た来たやん来たやんみたいな、で、またバーベキュー行こうやみたいな感じで言って、うんうんうん、言ったらそのこの人はこのお客さんにだけ合わせてただけで、はい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 、なるほどね、みたいな、めっちゃ気まずいコント、同じタイプじゃないんやみたいな、違うんや、あ、合わせてくれてただけなんや、うん、みたいな。でもどっちが本当のこの人なのかみたいな思うよな。で、なんかで、そう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 、それもうそれが描かれたやつ見て、おもろやっぱ、もうそっからもう、うん、いや、よりむずいやんってなって。確かにな、ほんまやな。そ、もうそんなんやられたら、その人はなんかそっちでなんかバーベキューとかして、うんうんうん、で、そのお客さん森田さんが確か最初のお客さん、無言がいいみたいな思ってる人で、うんうん、その担当の人が外れた時に、うん、そのお客さんに、さっきまで盛り上がったお客さんに、うん、あの人静かな方がいい、そのあ静かな方がいい人ですよ、うんうん、そ、合わせてる感じですよ、うん、みたいな言って、うん、で後々その担当の美容師さんが、うん、喋りたかったんですかみたいな。なるほど。いや、喋りたいとかじゃなくて、うんうんうん、でそしたら周りがこの人と喋ってあげてくださいみたいな、はいはい、かわいそうな感じ、かわいそうな完全にもうコントの丸々言いましたけど今。そうやね、でもやっぱ面白いなと思った、今いいコントやなと思いながら聞いてた。これ見せられたらもう美容室でちょっといろんなこと考えちゃって。いや確かに、多分だから俺だからそれこそ美容師さんってカットカルテっていうのがあるらしいよ、はい、だから前こんな髪型にしましたとか、はいはいはい、あの髪質とか、はい、で多分そのカットカルテの中に前こんな話しましたみたいなの書いてんねん。なるほど。でこういうタイプです、だから意外と喋らない。それなんかバイク、川崎バイクが元美容師やから、はい、そういうのもありますって言ってた。なんかうわ、もうじゃあ内部の話や。そう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 、だから
合わせてくれてるんかもしれんし、はい、うん、ほんまにそういう人なんかもしれん。 だから俺無言美容室っても完全に言った方がいいと思うね。ああもうね、その店として、そう、こういうコンセプトやから、うん、無言なんですよみたいな。そんな、また嫌なこと聞いちゃいます。あるんすね、そういうのが。あ、だからそれはでもバイクのやり方かもしれない。そのバイクはコミュ力高いから。あ、そういうで、めっちゃメモマやから、バイクは。あ、はい、だそれはその人それぞれやと思うけど、うん、でも合わせてくれてる方が良くない？合わせてくれてる、まあまあそうですけど、ねやの方が分かってくれてるやん。まあまあ、はい、うん、逆に俺なんか頑張って喋ってる時間ない？なんかそのなんか頑張って、ちょっとでも今無言やった時間を気まずくてこっちが繋いだやんみたいな。はい、でこれも気使うからもうなんか合わせてくれてると思った方が、そうですね、なんかこの人今話止まって困ってんかなと思ってんのも無駄じゃない？困ってんかなと思って恐る恐る喋るから、うんうん、え、いや、そう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 、なる時もあるし、集中してるし、あと、はい、あともって言ったら、こう喋ることによってカット遅なってないこと。確かに。なんかその押してないこれみたいな。そう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 。うわあ、ちょっと、いやだから無言で、無言美容室でもう着る人はもうフルフェイス。はい、うん、いやもう絶対喋らん。絶対喋らないぞっていう。顔も知らん。そうそうそう。でさ、あの今日どうしますかって時に開くね、ここが。今日どうしますか。開く。わかりました。ピシャッピシャッって、そうそう。切るだけ。いや、ちょっと髪の毛はみ出してる感じ、ああ、まあおしゃれな人なんやなとは分かるぐらい。あ、そう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 。ああ、ちょっと長めなんや。そうそうそう。盗んでそうやな。うん。髪も分からへん。だ、東京行ったらもしかしたらあるかも。そうやね。そういうコンセプトカフェみたいな感じでね、コンセプト美容室あるかもしれないしね。ちょっとまた。確かに。あれ？今調べてくださったみたいで。うん、無言美容室が東京の原宿にあるみたいです。原宿かなんでですか、なんで原宿求めてたやつがありましたよ。いやいや、原宿という街が無言じゃないやん。おしゃれな街。いやいやいや、ですけどその中では無言ってことですもんね。なるほどな。ちょっとそんな行き品もだ、いや行き品はいいじゃないですか。原宿やで。原宿といういやいやいや、マジで、ま、確かに、まあ原宿で降りる時点でちょっともう打ってなりますけど、そうそう、打ってなんで、そのもうあの虹色の綿菓子が飛び交ってる街やろ。原宿ってなんかイメージやけど、虹色の綿菓子とか小さめのキッチンカーとか、小さめのキッチンカーとかビュンビュン走り回ってる。小さめのキッチンカーが ビタって止まってるような、そうそう、そんな、ほんで、なんかあの普通の車走ってんのかなと思ったら、覆面パトカーみたいに虹色の綿菓子こうつけて、原宿でしたみたいな、こっちでしたこっちでした、原宿でしたみたいな、そんな街やろ。一回行ってみてもいいんじゃないですか。無言美容室ね。無言美容室、確かに。それこそそれで、まあ合わへんかったらそれはそれで、まあ、うん、たださ、無言美容室で、無言は無言やけど、あの爆音でレゲエ流れてるみたいな。ほんでめっちゃタトゥーまみれみたいな、なんかお前絶対いつも無言ちゃうやろみたいな。まあちょっとそれは違うな、思ってたやつと。そうそう、その感じじゃないよね、だから俺らが思ってるのは。だからその美容師さんってやっぱおしゃれやし、美容師さんもなんかもうほんまになんかこういう俺らみたいな格好しとってほしい。ほんまに腕のみでやってますよみたいな。その腕のみで、腕のみやったらなんかこのおしゃれ感は欲しくないですか。あ、だからその腕はだからあるという、おしゃれな感じにはちゃんとしてくれるし、かつ、はい、この自分の感じも分かってくれるみたいな、うん、あ、無言美容室で、まあ言ったらもう地味な格好。そう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 、確かに今なんかイメージとしてもうちょっと白か黒、うん、そうやね、店内白か黒、うん、真っ黒、真っ黒なことないか、真っ黒やったら毛が見えにくい、そう、見えにくいらしい、真っ白に、真っ白の、うん、ほんまに何に、音楽はかかってるか、音楽はまあかかってる、でも音楽もなんかわからんけど、そのもうそれもなんか、え、何歳ですかみたいな聞いて、あ、40歳ですって言ったら、うん、そのちょうどスーファミの音楽流れるみたいな。それ嬉しいですか。FF5 とか、それ嬉しいですか。なんかその、わかってますよ。なんか違うところでそのサービスしてくれるみたいな。あ、そう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 、なんか落ち着く、いや、多分だから多分その俺らはあれやん、おしゃれなところに緊張するわけやん。まあまあそうですね。長見、はい、
いや心に語りかけてる美容室というやっぱおしゃれな空間、はい、ちょっと普段だから自分がまだ落ち着かない空間というかちょっと背伸びしていってる部分あるから、うん、はい、 そうですね、そこに緊張するからなるべくそこの無言病室選ぶような人は多分あんまそういうおしゃれ地味なところ慣れてない気がするね。あーまあ、はい、お客さんとして来る方、うんうん、でもそのなんとか地味な自分をこうちょっとでも変えたいみたいな感じで来るわけやからなんか夢がある、そう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 、でだから怖くないよっていう、そうおしゃれじゃないよって、でも髪の毛はおしゃれできるよっていう、あー、うん、なんか例えば、うん、奥の方で、うん、奥の方から味噌汁の匂いとか、あ、そう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 、実家感実家感なんかこうゆったりできる、うんうん、あ、これそんなおしゃれちゃうやんって思わせるような、そう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 、そんなんしてほしいですね、うん、全然プレーンなママチャリがいっぱい止まってるあーいや安心できる、そうそう安心できるなんかおしゃれなロードバイクばっかなみたいなとかあーそれやったじゃん、そう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 、ちょっと求めてるやつがそこの原宿にの店がそうかどうかわかんないですけど、うん、いやマジで俺原宿にもしそんなママチャリとか置いてて、はい、その地味な感じのやつだったら俺オアシスと呼ぶよ俺その原宿の原宿のほんまにちょっとほんまにちょっと確かに、ね、お話聞きたいです行ってからの、そうやね確かに確かに、はい、実際ほんまに無言やった時に実は気まずいのか買っちゃうのか、ほんますね、時間経つの遅そうやもんな、ありがたかったんやあの会話って、ね、ああああああなるかもしれない、確かに確かにそれはちょっとやってみてもいいかもやし、うん、まあ、だからそういう面でもだから東京に馴染めるのかっていう不安はある東京という街に、まあ、神だけじゃなくてこんなこといっぱいありますもんね、こんなこといっぱいあるし、うん、こんな東京行く前にこんなことをうだうだ喋ってるよ大丈夫なんかなっていうね、不安が消えないままエンディングです、はい、いやエンディングですよ、エンディングです、早いね、もしかしたら YouTube ラジオ、うん、今んとこそっか劇場メンバーの方しか呼んでないですし、一瞬河瀬さんに呼ばれたことがありましたけど、河瀬部長出てるんですかこれ、一回ありましたもんね、もしかしたら最後かもしれないです、うん、これいやほんまやね、もしまた東京から大阪なんかでたまたまこれがあるときまたあちょうどこの収録があるそう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 呼んでほしいし、その時にはね無言美容室の、ね、話をそうですねできるかもしれないしね、その時もまたその前にマーティの新平をなんでその抱き合わせやねいやこれでその大阪戻ってきたなみたいないやまあなのであの時もこうやったなみたいなね多分新平も無言美容室気になる、ほんまや多分絶対新平もそのタイプだと思う俺は勝手にそう思う、なんかそんな気がするマジでちょっとまたそのラジオこれはどうか分かんないですけど、はいはいはい、C2P2 他ともどもで、いやぜひこちらこそよろしくお願いします、こちらこそよほんまに、こちらこそ東京の方でも大阪でもよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします、ありがとうございます、ということで来週は行部沢畑の今日監督いないってよです、おということで以上カイポスター長見とヒューマン中村でした、それでは皆さんさよなら。